なるほど。はい、ということで名探偵コナン、追憶のミラージュやっていきたいと思います。はい、了解。今泉直哉、ダジャレ好きの元お笑い芸人、会社長にこき使われ恨んでいるらしい。あ、でしたね。社長を恨んどった。ほう、動機はあるんだよな。おじさん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。え、なんだい？ダジャレならいっぱい知ってるよ。いや、そういうことじゃない。いや、そうじゃなくて、今日の夜7時半から8時の間、おじさんどこで何してたの？夜7時半から8時の間、その時間だったら、そうそう、歌子夫人に頼まれてオーナー夫妻の部屋に飲み物を届けに行ってたんだ。ほう。飲み物？その時歌子夫人はスピーチの原稿を書いててね、僕がスピーチを面白くするコツをいろいろと教えてあげたんだ。大丈夫かそれ。スピーチを面白くするコツって？まあ、主にダジャレだね。どんな内容か聞きたいかい？いや、興味ねえ。ああ、いいいいよ。それより、おじさんが歌子さんと話してたのはどのくらいの時間だったの？時間？そう、20分くらいだったかな。でも、そんなこと僕に聞いてどうすんの？まあ、アリバイはあるのか。ちょっと友達と探偵ごっこをね。探偵ごっこ？そうか、アリバイの調査だね。今ので僕のアリバイ成立かい？アリバイあり？なんちゃって。はい、どうも。寒っ。コナン君、不審な人を見かけなかった？不審な人？実は今大変な難事件を抱えててね。盗まれた？窃盗事件。名付けてメイド服盗難事件。メイド探偵萌え、ただいま捜査中。メイド探偵やで。ところで、あなたは西の高校生探偵服部平次くんじゃないですか？あ、有名だ。うん、そやけど。あー、服部くんにお会いできるなんて、萌え、感激。なんやねこの姉ちゃんは。よく疲れるな。おっといけない、こうしちゃいられないわ。早く犯人を探さないと。コナン君、服部君、またね。あ、どうも。頑張ってね。ミラポリスオーナーの会社長と秘書の及川めぐみ。あの社長は毛利のおっちゃんと一緒に殺人事件現場を見に来た言うてたな。ああ、で、その時社長は被害者の女性を知っているのに知らないふりをしている様子だった。ああ、でしたね。すると秘書の及川めぐみは社長の愛人という噂もある。噂だけどな。ふーん、おもろいやんけ。ちょっと声かけてみようか。おう。こんばんは。やあ、コナン君、こんな時間に一体どうしたんだい？ちょっと小五郎のおじさんに聞いてこいって頼まれて。社長さん、今日の夜7時半ごろどこで何してたの？ははアリバイの調査だね。けど私のアリバイならさっき毛利探偵に直接お伝えしたはずだが。あ、これはまずい。おじさん忘れちゃったのかもしれないから、もう一度教えて。いや、印象が。午後7時から8時の間、私は秘書の及川君と一緒だった。執務室で打ち合わせをしていたものでね。ほう。社長は執務室の外へは一歩もお出になりませんでした。一緒にいた私が保証しますわ。明らかな嘘だ。午後7時半ごろ甲斐社長はこの場所で顔に傷のある荻野と会っていたはずだ。あ、二人して口輪を合わせているのか。だね。聞きたいことはそれだけかね。左手に時計をはめているってことは甲斐社長は右利き。まあ、そうは限らんけどね。悪いけど、私たちはこれから来賓の方をお迎えしなければならないんだ。あ、大変だ。あ、うん、ありがとう。まあ、社長は大変だな。ほら、驚いたな。ミラージュの花山凛だやないか。お、知ってんのか。こんな場所に一人でおるやなんて、どないしたん？
結構有名なんだ。あら、リンダ。どうしたんだい？え、修羅場や。リンダ、どうして？姉ちゃん、ひどい。私が京一のこと好きなの知ってるくせに、お姉ちゃんは京一と。あ、取られたと思ってんのか。誤解だよ、リンダ。私たちはただイリュージョンの練習をしていただけで。確かに。そんなのただの口実だわ。京一はお姉ちゃんと二人きりになりたかった。いつだってそう。私が好きになる人、みんなお姉ちゃんのことを。私が欲しいものはみんなお姉ちゃんが奪ってしまう。水中イリュージョンの人魚姫の役だって本当は私がやりたかったのに。だったらやってみる。やれるもんならやってごらんなさいよ。私ができないこと知ってるくせに。意地悪いってごめん。でもね、これだけは分かってほしいの。私たち別にあなたのことを。お姉ちゃんだけ大嫌い。お姉ちゃんなんか、お姉ちゃんなんか、死んじゃえばいいんだわ。それはダメよ、いざダメよ、思ってても。こんばんは。君は、さっきの。あー、すみません、うん、さっきもあったよね。そんなつもりなかったんですけど。俺は初めましてやな、服部平次、西の高校生探偵や。君たち、もしかしてさっきのやり取りを見てたのか。あ、まあまあまあ、はい。たまたまな。私たち別にリンダをのけものにしたわけじゃないのよ。なのにあの子が誤解して変なこと言うもんだから。まあよくある話だけどね。お姉さんのこと嫌いって言ったのはリンダさんの本心じゃないと思うよ。ありがとう坊や。優しいのね。実は僕も友達と喧嘩しちゃって。あ、そうだっけ。友達ってあの大人っぽい感じの女の子。愛ちゃんと喧嘩したっけ。うん、僕その子とはぐれちゃったんだ。灰原って言うんだけど見かけなかった。さあ、私たちずっとここにいたから。ずっとここに二人きりで。ええ、そう。じゃあもし友達を見かけたら僕が探してたって伝えてくれる。分かったよ。ありがとう。早く仲直りできるといいわね。ああ。お姉さんたちもね。おう。ん、どうした？ああ、まあ。それは知ってる。ああ。なるほど。あの顔に傷のある男は荻野俊作といって被害者の的場由里と言い争っていた男だ。言い争ってた。つまりあの男には被害者を殺す動機があったっちゅうことか。いや、その点に関してはちょっと確かめたいことがある。俺一人で行ってくるから服部はここで待っていてくれ。ねえおじさん、僕の友達見なかった？茶色い髪の女の子なんだけど。知るか、違え。30分ぐらい前にはぐれちゃったんだけど、おじさんその頃ここにいた？しつこいガキだな。うせろ。ひどい。暴力。ごめんなさい、またね。どえらい歓迎されとったな。まったく。まあけど分かったことが一つあるぜ。死体に残された考察の後から判断して犯人はおそらく右利きと思われるが。いや、分からんで。左利きであることを隠すためにわざと左手の力抜いて首絞めたのかもしれへんし。お、まあいずれにせよ怪しい匂いがプンプンするおっさんやな。確かにね。あ、だよね。
アイちゃん普通にいるんですけど。確かにね。あ、なんだ？あー、だよね。はい、まあちょっとトリックチェーンやっときましょうか。はい。で、灰原愛ちゃんと、次、様子がおかしいかな。はい。OK。で、まあ、今んとここれでいいかな。はい。お、みんないるね。で、用事があるのは、ここですね。来たね。で、今度下のやつですね。はい。いつ引っ越の今のやつと、アイちゃんのやつですね。左利き？これじゃねえや。はいはいはい。これですね。左利き。で、あ、そっちかな？OK。で、今のこれだけいいかな。あ、ごめんなさい、もう一個やります。アリバイ、はいはいはい。で、次ですね。もう、じゃん。で、アリ、はいはい、じゃあ行きましょう。あ、はい。おー、で、そうだそうだ、ボイスがあるときとないときの違いあるの何なんだろう。おお、うん、なんか怪しいね。なるほど。これで今のやつをやればいいのかな。はい。OK。お、新しいやつ出たね。まあ、これはまだ後でいいか。はい。あ、そうなの。ほう。まあ、確かにな。確かに、なんでそんなこと知ってるんだろう。あ、まあなるほど、ここで一応出るのか。じゃあまあまあ、ちょいちょいやっちゃってたけど。はい、まあ、じゃあ、大きいのは一体何者なんだ。で、今の及川さんのやつを入れればいいというわけかな。どこだ？あ、これか。うん、動かねえ、反応が。はい、正しいでーす。ほう。なるほど。
はい。ここは社長夫婦のロイヤルスイート。ヨタコさんいるかな。あ、向こうから高校生探偵のハットリッチゅうもんやけど。高校生探偵、どうも。あら、コナン君も。どうしたのこんな時間に。西の高校生探偵、服部平次兄ちゃんだよ。だよ。まあ、まだそんなところに突っ立ってないで、どうぞお入りになって。あ、ほな、お邪魔します。まあ、いい人だな。あ、で、操作できるんだ。で、あ、そのまま配置するのかと思ったら、そうでもなかったな。私に聞きたいこと？うん、今日の夜7時半から8時の間、うたこさんどこで何してたの？夜7時半から8時の間、ここでスピーチの原稿を書いてたけど。ずっと一人で？ええ。あ、そうそう、喉が渇いたので今泉さんに飲み物を持ってきてもらったわ。ほう。その時スピーチの相談にも乗っていただいたんだけど。あ、どんな相談？スピーチを面白くするコツみたいなこと。まあ結局はお得意のダジャレを教えてもらっただけなんだけどね。でもどうして私にそんなこと聞くの？実は僕、平次兄ちゃんから探偵のいろはを教えてもらってるんだ。そうなんだ。あの、今のはアリバイ調査の実地訓練ってやつでして。あら、そう。勉強もいいけど、せっかくミラポリスに来たんだから、ゲームやアトラクションもいっぱい楽しんでよね。はい。うん。まあ、事件起こっちゃってるからな。そうそう。明日、氷のラビリンスってアトラクションがオープンするから、お友達と一緒にぜひ遊んでみて。あ、はい。うん、わかった。ありがとう。大竹班からファックスが届いとる。例の12年前の新聞のコピーだな。こん中で殺人現場に置かれてた新聞の切り抜きに掲載されとったんは、ストーカー殺人、乗用車崖から転落、深夜の火災で一家焼死の3つの記事だ。ほう、記事が3つか。しかし今ある情報だけではどれが今回の事件と関係あるのかわからへんな。もう少し情報を集めな。翌日、平次、いてる？どうした？あ、なんや、カズハか。コナン君、ゲンタ君たち見なかった？あ、ゲンタがいない？いや、見てないけど。ゲンタたちがどうかしたの？あの子たち、勝手に部屋を抜け出してしまったんや。マジか。え？何やて？あ、お父さん。あ、お前こんなところで何やってんだ。ガキどもを見張ってなくていいのか。いや、そのガキどもがですね。それが何？いなくなっただと？朝起きてあの子たちのベッドを見たら空になってて。だから言わんこっちゃない。ガキなんざ連れてくるから面倒なことになるんだ。そんなこと言ったって。確かにな。とにかく一刻も早くあいつらを探さないと。おう。じゃあ二手に分かれるか。はあ。ランは俺と一緒。残りはその色黒坊主と一緒に館内をくまなく探せ。おう。私は部屋に戻るわ。小島くんたちが帰ってくるかもしれないから。あ、なるほどね。そうだな。はい、じゃあということで今回この辺で終わりにしとこうかなと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではバイ。名探偵コナン、追憶の実。